2024年、7月17日、広島瀬戸内新聞ニュース、号外で、ございます。本日はですね、広島に押し寄せてくる、福島ね、原発事故の、放射性廃棄物と、いうことでね、お話をね、したいという、ふうにね、思います。福島ね、原発じゃない、原発事故ね、原発ね。まあね、実はですね、今日ね、伊方原発ね、運転ね、差し止め、広島裁判というのがね、私もね、一人の、住民としてのね、原告だったんですけどもね、決心をいたしましてね、まあ2016年3月1日にね、提訴されてね、結局2025年3月5日にはね、判決がね、言い渡される予定です。これは一審です。まあね、その中でね、裁判終了の後でね、実はね、放射能公害から命と生活を守る戦いというタイトルでね、関連分野にね、取り組まれる皆様からね、報告がありました。で、その中でね、なんとね、産廃処分場の問題でね、三原の本郷産廃処分場の問題でね、住民訴訟のね、共同代表、岡田ね、和樹さん、からもね、報告をね、いただいております。岡田さんによるとね、ほんとね、もちろん、まあ、このコーナーでもね、広島瀬戸内新聞でも何度もね、放送しておりますけどもね、ものすごい量の汚染水が出ているという状況をね、広島地裁はね、昨年、県知事に対してね、許可取り消しをね、命令しているのもね、県はね、控訴しているという状況がね、あります。で、なんていうかな、このね、三原本郷産廃処分場はね、安定型というのが癖物です。だからね、安定している、安全だと、ね、捨てるものは安全だという前提でね、素振りでバン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 ね、捨ててると。で、しかもね、よく調べもせずに捨ててるという状況があります。で、産廃がね、なんで原発に関係あるかっていうとね、結局、福島のね、放射性廃棄物がね、実はこの三原にもね、入ってきてる可能性、まあ、三原だけじゃありませんよ。ね、県内にはね、福山であろうがね、広島市であろうが、ね、いろんなところにね、産廃処分場があります。そういう疑惑があるからです。でね、広島県もね、311福島原発事故の直後、2012年の段階ではね、まだ1期目だったね、湯崎秀彦知事のね、独自の判断で、100ベクレル以上のね、ゴミの持ち込みを禁止したんです。ね、ところがですよ、湯崎知事がね、大差で再選された2014年にはね、条件付きとはいえね、8000ベクレルに、緩和されちゃったんですよね。で、三原本郷ね、処分場について言えばね、福島周辺の12都県からね、12回の運搬がある、搬入があるということです。で、住民の請求でね、情報公開されてもね、黒塗りでね、実態が全くわからない。こういうね、状況にね、今ね、なっているというところです。ね。本当に県がね、だからもう本当、測りもしないでね、放射性廃棄物が入り込んでいる可能性があります。で、廃棄物処理法ね、いわゆる配送法ではね、放射性廃棄物のチェックはできません。ということで、岡田さんたち、今、ね、何をしたらええんや、ということで考えておられるそうです。広く知恵をね、を公募しているということなんで、ね、もうぜひね、一緒にね、岡田さんと共にね、これどうやったらね、防いでいけるかというのを考えていきましょう。広島はね、全国で3番目に多いね、処分場があります。そしてね、他の都道府県にはね、大抵あるね、水源の保護条例とかね、県外産廃をね、持ち込みを禁止するなどのね、独自の条例がね、全くないという状況があります。まあね、湯崎秀彦知事もね、1期目はね、まあ、独自にね、100ベクレルという基準をやったんだけどね、結局大差で再選されたね。だ9割近い得票率で再選された2013年。でその翌年にはね、もうね、それを JA2 を骨抜きにして。しかももともとね、広島の産廃っていうのはね、行政って規制がゆるゆるだった。いうことでね、今ね、三原にはね、もうどんどんね、福島周辺のね、放射性廃棄物が、疑いがあるものが入ってて。黒塗りでね、実態がね、わからないという状況です。まあ、湯崎秀彦県政もね、かなりね、非常にね、変質をしている。ね、そういうこと。ね、結局圧勝した結果としてね、変質をしているという状況があるということをね、ぜひね、皆さんね、ご理解をね、いただきたいというふうに、ね、思います。
そういう状況をね、ぜひね、把握していただきたいと、いうふうに、ね、思い次第でございます。ぜひね、この放射能公害ね、福島からの、周辺のね、産業廃棄物、この広島にね、来てるということをね、ぜひ皆さんに共有化する。そしてこのね、湯崎県政のね、このね、緩すぎる。ね、しかも、一期目はまあね、そういった厳しい規制をしてたのがね、さらに緩めていく。そしてもともと緩すぎたね、参拝規制をね、そのまま放置して、まあそういう状況、あるいはね、もういい加減なね、そういう監督行政をそのままにしている。ね、そういう湯崎県政の変質、そういったところがね、非常に問題であると。いうところもね、皆さんと共有をさせていただきまして、ちょっと本当にね、これもシャレになってません。とにかくどうやって止めていくか、ね、みんなで、ね、この広島県民、総出でね、頑張って考えて、そして行動についていきましょう。それでは皆さん、最後までご清聴ありがとうございました。もちろんね、伊方原発そのものもね、広島から最も近い原発です。もし過酷な事故があれば、ね、この広島にもね、瀬戸内海を伝って放射能をやってきます。小田川を伝って浅見並区とか、そっちの方まで上がってきます。ね、もちろんそれもね、大問題ですけどもね。それももちろん大問題なんだけどね。今ね、現にね、放射性廃棄物がね、来てるかもしれないというのも、これもまた大問題です。ぜひね、一緒に、行動していきましょう。それではね、またね、しっかりやっぱりね、このね、悪質企業とね、この湯崎知事から、広島の水、食べ物、海を守っていく、その先頭にご一緒に、やっていきましょう。ね、伊方原発、そしてね、湯崎知事、そして悪質産廃企業から、広島の水、食べ物、守り、メイク、広島、グレート、アゲイン。ではね、失礼いたします。広島市民革命、佐藤秀一でございました。失礼いたします。